福手さんです。お願いします。皆さんこんばんは。文京区在住の福手優子です。そうですね、やっぱり今ちょっとコロナのことで話したいと思いますが、簡単にやっぱり今この事態を本当に変えていくには、やっぱり専門家のやっぱ知識を根拠にした対応をぜひやってもらわないと、この拡大をにブレーキをかけていくことはできないというふうに思います。そして何よりもやっぱり検査、拡大して行う、これは野党が共同で PCR 法案を出しました、衆議院で。それも何としてもやっぱりやらせる方向でやっていただきたいと思いますし、今回のコロナ感染拡大ではやっぱり公立病院、公的病院の役割が本当に、明確に、示されたんだと思います。指定された医療機関としては多くの公的病院、公立病院が、その役割を発揮してやっています。ですから都立病院の独立行政法人化はやはりやってはならないということが明らかになったと思いますし、公立病院、公的病院の再編、統合もやはりこれはやってはならないことだということが明らかになったんだと思います。そして最後にですね、やっぱりこういう非常時の時に格差っていうのがやっぱり表面化するだけではなくて、格差がもっと広がるという事態になるんだと思います。例えばこの一律休校の要請が出たことで、非正規の雇用の方やシングルマザーの方が休業余儀なくされ、そして暮らしが大変になっているということが実際に起こっているわけです。そういう中で政府が出した新しい救済制度もやはり救済されない労働者がいます。今回この困窮世帯を助けるという意味でも、生活費を確保するように自治体の その職権で生活保護を行うことができるような対策を日本共産党の倉林明子議員が求めていました。私は本当にこれは必要だと思いました。非常時ではない平常時の時でさえも、暮らしや尊厳を守るセーフティーネットとしての生活保護が水際作戦で、希望する人を跳ねのけている事態が起こっている。でそういう政治がベースにある。そうすればやっぱり非常時には二次災害が起こって暮らしや命を守ることができなくなってしまうのではないでしょうか。何よりも国民の暮らしや命を守る対応を行いなさいと私は強く訴えたいと思いますし、同じ思いを持っている方と共有してやはり声と世論で政治を動かしていくことが必要だと思います。そして最後にこのことに乗じて改憲を狙っている、そういうやり方は本当に断固として反対していきたいと思います。以上です。ありがとうございました。福手さん、ありがとうございました。それではですね、今日